サーキット50勝の記録を打ち立てた PGC10 に続く GTR として登場したのが、ケンメリの愛称で呼ばれる KPGC110 である。 PGC10 からそのまま受け継がれた S20 型ユニットはキャブレターにツインチョーク、ソレックス40杯を3連装、熱効率、排気温などを考慮したステンレス製のエキゾーストマニホールドが排気効率を高めるためにタコ足形状で装着されていた。当時としては珍しいリアスポイラーが標準装備され、空力やブレーキの装備は明らかに高速走行を意識したものとなっている。60年代の国内サーキットを席巻したスカイライン 2000GTB の後継モデルとして登場したのが GTR PGC10 である。卓越したパフォーマンスを発揮する理由は R380 に搭載されていたレーシングエンジンのディチューン版である S20 型ユニットによるところが大きい。このエンジンは160馬力、18キロのトルクを発生し、当時のデータによれば最高速度は200キロ、0-400m の加速は 16.1 秒をマークしている。外観上では L20 型エンジンを搭載する 2000GT との違いがわからないほど一見普通のフォードアセダンで、まさに羊の皮をかぶった狼という呼び名にふさわしい車である。スカジー伝説のルーツとなったピュアスポーツマシン、スカイライン GTB、 形式名 S54B は1965年5月にデビューした。レースのホモロゲーション獲得用の100台をそのまま量産したという生い立ちを持つこの車は、当時のサーキットで活躍した日本を代表するスポーツカーの原点といえるであろう。わずか 1070kg の車重と125馬力、17キロのトルクを発生する高性能エンジンを搭載。当時は先進のウィッシュボーンサスペンションでシャープな操縦性と無敵の走りを実現し、最高速度は180キロをマークした。1977年にデビューした5代目スカイラインは日本の風土と国民性を第一に歌い、ジャパンとサブネームされた。厳しい排ガス規制の中でスカイライン史上初のターボモデルをラインナップに加え、 GTES 走りのスカイラインが見事に復活した。燃料噴射や点火時期などを集中制御する ECCS コンピューターと三原触媒により排ガス規制をクリアした上で、下吸気付き L20 型エンジンは145馬力、21キロのトルクを発生する。下吸圧の上昇に比例した豪快な加速感が魅力になっている。戦うことよりもグランドツアラーとしての性格をより明確に打ち出したモデルといえよう。排出ガス規制の影響でスポーツシーンから遠ざかったかに見えたスカイラインは6代目で大きな変身を遂げた。走りに徹した装備とその精悍な面構えは鉄仮面というニックネームを与えられ、歴代スカイラインの中でもひときわ目立った存在である。 DOHC FJ20 型にインタークーラー付きターボを装着したエンジンは最高出力205馬力とこのクラス最強を誇り、モータースポーツでもその威力を遺憾なく発揮した。レーシングスポーツの略である RS という名を冠し、外観性能ともにスパルタンな、スポーツ志向を前面に出した80年代後半を代表するハイパワースポーツである。通称セブンススカイラインとして1985年に登場した7代目は、これまでの走りを前面に押し出した硬派なイメージから一新し、豪華さをまとったシリーズとして登場した。長い沈黙を破ってケンメリ以来の
R の紋章を冠した GTSR として87年にモータースポーツシーンへよみがえった。 GTSR はノーマルのターボモデルに対してギャレット製タービンや大型インタークーラーの採用で最高出力210馬力を発生。明確なターボラグと豪快な出力特性が特徴で、圧倒的な加速感とテールスライドが存分に楽しめるマシンに仕上がっている。73年のケンメリ GTR から16年を経た89年、本当の GTR が帰ってきた。 R32 型 GTR である。280馬力を発生する RB26DETT ユニットはもとより、セラミック製ツインターボ、アテーサ ETS と呼ばれる電子制御トルクスプリット 4WD、 後輪操舵のスーパーハイキャスなど現代のテクノロジーを満載し、 GTR の系譜に新たな1ページを加えることになった。ツインターボによるパワーは圧倒的で、特に4000回転以上でずば抜けたパフォーマンスを発揮する。四輪マルチリンクのフットワークはステアリング操作に対してリニアに応答し、最高速度領域でのスタビリティの高さも容易に実現した。1993年8月、スカイラインは9度目のフルモデルチェンジを受けた。 RB26DETT 型のパワーユニットは先代同様280馬力だが、トルクではプラス 1.5 キロの 37.5 キロとなっている。わずかなアクセル操作に俊敏に反応するレスポンスと、全域において R32 を上回るトルク感は3リッタークラスのライバル車たちを凌駕する可能性を秘めている。9代目スカイライン GTR R33 は GT 選手権やル・マンをはじめとした世界のモータースポーツシーンで活躍しており、現時点で世界最強の箱と評価する声も少なくない。